どうもアガポニです。今回はこのゴツゴツした岩肌に向かって A ボタンを押すと使える秘伝技ロッククライムの入手場所の紹介です。それでは早速行きましょう。はい、ではまず場所の紹介の前に秘伝技の基本について簡単に説明しておくと、アイテムとして手に入れる、かつ指定のバッジをもらうという2点が使用条件となっています。なのでアイテムとして手に入れていても指定のバッジをもらっていなければ使えないと。その逆もそうですね。バッジをもらっていたとしてもそのバッジ指定の秘伝技アイテムを手に入れていなかったら使えないわけです。で、基本的には普通にプレイしているだけで両方自然に取れる感じにはなっているんですが、ロッククライムだけ少し分かりにくい場所だったので紹介しておこうという動画になります。というわけで場所ですが217番道路ですね。ただここ吹雪の中にある道路で、かつ幅が広いので見落としやすいんですよね。具体的な場所ですが、この休める小屋から出発して、まずはずっと上に行くと、この辺りは雪が深くなる場所ですね。で、この左に道が開けたところから少し左上に行きます。するとここに小屋がありますが、この裏ですね。この動画だとね、すでに撮っちゃっていてないんですが、初回に撮った映像に切り替えるとここにあります。ちなみにですが、このロッククライムを手に入れた状態でこの小屋の中にいる山男に話しかけると、氷タイプの技の威力が強くなるつららのプレートをもらえます。なのでロッククライムを取った後に話しかけてもらっておくとお得ですね。はい、この動画少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。